どうも、こんばんは、NM です。今回は復刻した新た実用計画の特急を、週末有馬サンドでやっていきたいと思います。まあさっきちらっと言ってきたんですけど余裕でしたね。まあ、正直クイーン系は何でもいいと思います。多分これフレンドさんの、週末有馬射撃だったと思うんですけど、ちょ確認し忘れましたね。僕鳴神です。鳴神に新たですね。さてこれ死ぬよね。まあ、フォローでいいと思います。最後のフロアはもうあれなんで、フォロー2発ぶっ破して終わるんでね。スンスンってこうなんて言うんだろうな、虚しい音だけが耐えられるか。さて、あ、2人いっぺんに倒せたらよかったんだけどな。まるで行った方が良かったか。さっきの下に行ってりゃ角度変えれて2人ともに当たったのか。俺もフォローで行こうかな。もうなんかフォローだと普通にオートで回せそう。多分前回来た時は俺確かSSR の圧倒カネキでずっと回ってたような気がするんですけど、石砕きながらね。覚えてないです。多分動画にも残してないような気がする。コンテしてあーって言いながらやったから。さあ始めよう。あ、これってあれだっけ、配置変わるんでしたっけ。この一撃耐えられるか覚えてないですね。黒岩に当てるか。振り属性これ一発も食らわずに終わるんじゃないか。おら、あ、終わんなかった。あ、これあれだっけ、全員倒さないと、いけないパターンでしたっけね。この一撃耐えられるか。お、耐えやがった。どうしよっかな。死ね。さすがの硬さですね。さあ始めよう。届かないからゴリラに撃つか。ほら、まあ、普通に反射でやっても楽しそうな感じはまあする。おら、はい。あ、これ乱入とかあったっけ。乱入だったのかな今の。代わりのクイーン、一発も食らわなかったんでよくわかんないっすね。さすがの週末有馬くん強い。エメリオ、というわけで新た実用計画特急復刻したんですが、キャラのインフレが進みすぎて余裕だったっていう回ですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。